笹舟で遊ぶのもいいけど、川に落ちないように気をつけるのよ。あんなにはしゃいじゃって、お子様なんだから。いいんじゃない？お祭りなんだし、思いっきり楽しんでも。まあ、そうね。あんたはいいの？行かなくて。私はここで見ているだけでも楽しいから。それに、笹の音をもっと聞いていたいのよね。笹の音？ほら、風が吹くと笹が揺れて、サラサラ鳴るの。まるで歌ってるみたいでしょ？そういえば、七夕の歌にもあったわね。雰囲気があっていいかも。でも、ちょっと風が強いわね。たまに少し強い風が吹くのよね。あ、笹舟と一緒に誰かの短冊が流れてる。風で飛ばされたのかしら。そうみたい。昔は七夕が終わると川に流してたらしいけど、さすがに違うわよね。ちょっと風が強いし、私たちの短冊もしっかり結び直した方がいいかも。それがいいわね。結び直すついでに、もう一つくらい短冊を書いておこうかしら。マキも何か書かない？いいの？別に七夕の願い事も、一つだけって決まりじゃないし、いいに決まってるじゃない。自分で叶える気があるなら、いくつ書いてもいいんだから。短冊もまだたくさんあるわよ。ほい、ペンと短冊。ありがとう。わあ、よっと。ふぅ、ナイスキャッチだったでしょ。ほら、気をつけないとあの短冊みたいに風に飛ばされて川に落ちちゃうわよ。うん。どうしたの、ニコちゃん。ううん。風に笹と七夕飾りが揺れる音、マキが好きそうだなって思っただけ。うん。笹の葉だけが揺れる音とはまた違って、いろんな音がする。綺麗な音よね。こうして笹と七夕飾りを見ていると、初めて家に大きな笹が来た時のことを思い出しちゃう。今は自分で叶えるものだってわかってるけど、短冊に願い事を書けば叶う、なんて、小さい頃は本当に不思議だったのよね。願い事だから欲しいものを書くのも違うのよね。サンタさんみたいにプレゼントを持ってきてくれるわけじゃないし。でも短冊を書くのってワクワクするわよね。うちでも七夕をやりたいんだけど、なかなか手頃な笹がないのよね。ココアちゃんたち喜びそう。確かパパの病院に笹があったから聞いてみるわ。ありがとう。学校でもこんな風にみんなで七夕を楽しめたらいいわね。いいかも。それならうんと大きな笹を用意しなくちゃね。後でみんなに相談してみましょう。短冊かけた？もうちょっと。もう、さっきもそう言ってた気がするけど、いつまで書いてるのよ。あ、見ないで。まだだって言ってるでしょ。そういうニコちゃんは、もう書けたの？当たり前じゃない。ニコニーにかかれば、短冊の一つや二つなんて、一瞬で書き終わるわよ。そうだったの？ねえ、ニコちゃんはどんな願い事にしたの？ちょっと、勝手に見ないでよ！さっき、私のも見ようとしてたじゃない。わかったわよ。じゃあ、できるまで目をつむっててあげる。これなら文句ないでしょ？そこまでしなくてもいいんだけど。じゃあ、駆け上がったら教えるわね。よし、かけたわ。
もう目を開けてもいいわよ。もうできたの？書き始めると早いのね。集中すれば早いのよ。さ、早く飾っちゃいましょう。そうね。じゃあこの笹にだ。よし、完璧ね。ちょっとマキ、しっかり結ばないと風に飛ばされるわよ。わかってるってば。うん、もうちょっと。よし、できたわ。ニコちゃん、この短冊の願い事って。あんたのも見えたわよ。まったく、まさか同じ願い事だったなんてね。まさかニコちゃんも同じことを考えてるなんて思わなかったわ。どういう意味よ。なんだか嬉しそうね。別に。でも、二人で同じ願い事を願ったら、叶いそうな気がするわね。一緒にいるとこんなに楽しいんだから。案外私たちだけじゃなくて、みんなも同じことを願ってるかもよ。私たち9人でミューズ、だものね。あ、噂をすれば、いつの間にかもうみんな戻ってきたみたいよ。言われてみれば、リンと花代の声がするわね。そういえば、みんなは短冊に何を書いたのかしら。みんなの願い事も気になるわね。みんな一緒だったりして。そうだといいわね。みんなに聞いてみる？さ、短冊も飾ったことだし、さっさと行きましょう。ニコちゃん。何よ。ありがとう、ずっと待っててくれて。いいのよ、私が勝手に待ってただけなんだから。ええ、この願い事だけは絶対叶えたいもの。叶うわよ。え？だってニコニーが叶えるんだから。それもそうね。頼りにしているわよ、ニコちゃん。